はい、こんにちは、レトスノームです。9月10日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。実力を上げる模試の値上げまで残り数時間となりました。本日までは今の価格なんですけども、明日11時に日付が変わりますと値上げになりますので、その点ご注意ください。弊社の予想模試は、具体例とか考え方とか問題文の理解の仕方など、そこまで解説しております。なので、市販の過去模試や予想模試とは質が違います。 合格するための虎の虎巻としててぜひ使ってください年に1回の試験今年の合格を目指してできる限りのことを一緒に行っていきましょうそれでは本日の3問に入りますえ留置権は登記をしなくても留置することで第三者に対抗することができる丸か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは丸ですね 留置するっていうのは物を返さずに手元に置いておくというイメージです留置権については登記っていうものが認められていないんですね留置することによって第三者に対抗することができますなので登記は不要だということですこれ具体例考えるとすごくわかりやすいんですけども時計を修理に出したけれども代金を支払わなかった修理代金を払わなかった場合時計屋さんっていうのはその時計というものを 留置することができるんですね。つまり、え、時計屋さんっていうのは、えー、修理してくださいって頼まれますよね。頼まれて時計を受け取ります。で、え、受け取って代金払わないのであれば返しませんっていうふうに、時計を返さないで時計屋が手元に置いておく。これができるんですね。まあ、ここにも書いてある通り、時計屋はお金払わないなら時計返さないよっていうふうに主張できるって話です。で、そしてその時計を譲り受けた第三者。 つまり、えー、時計を修理に出した人が第三者に売っちゃったよと。で、その第三者が時計屋さんに、私買い取ったんで、その時計、えー、引き渡してくださいって言ったとしても、時計屋さんは代金支払ってもらってないから、代金債権に基づいて、えー、留置権を行使することができる。つまり、留置権を持って対抗することができるっていうことなんですね。よって第三者が現れたとしても、時計屋さんは、第三者に対して、お金払ってもらえないから、あなた。 あなたってこれ第三者のことですね。第三者にもえ時計は渡さないよというふうに第三者に主張できるわけです。まあ、このように具体例を使ってイメージできれば、まあ、当然ですよね。このようにイメージしながら学習するっていうのが個別指導なんですよ。で、個別指導の受講者さんについては留置権に関するポイントの動画、え別途お伝えいたしますので、えそちらえ受講者専用のメールマガからご確認いただければと思います。で、問いにですね。 個人 A について、かつて破産手続き開始の決定があり、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していない場合、A は免許を受けることができない。丸か罰かという問題です。これ答え罰ですね。復権を得た日から5年経過していなくても免許を受けることができます。だから罰です。復権を得れば、直ちに免許を受けることができます。復権を得ていなければ、免許を受けることができません。 で、これっていうのは、復権っていうこの漢字見たらすごくわかりやすいんですよ。復権って、権利が回復するって書きますよね。つまり、復権を得た時点で、もう権利が回復するんです。免許を受ける権利が回復するんですね。だから、もう5年待つ必要はないということなんですよ。言葉の意味がわかれば、覚えるまでもない問題なんですよね。だから私自身も別にこの覚えているというよりも、復権って権利もうね、回復してるから、 いつでも免許を受けれるじゃないのっていう形でもう答えを導いちゃってるんですよで。多くの方が復権を得たらすぐに免許を受けることができるって覚えるんですけども覚えるというよりもこの、まあ、復権のこの感じからね想像できれば覚えるまでもないのかなって私は思います。では戸井さんです。る工事の受け負い人、または、 請負い契約によらないで、自らその工事をするものを言う。丸か罰かという問題です。で、答えは、これ正しいですね。工事施工者っていうのは2パターンあります。それは、請負い契約による場合と、よらない場合です。請負い契約による場合っていうのは、工事施工者は、宅地造成工事等の請負い人となって、工事を実際に行います。まあ、つまり工事業者っていうことですね。 で、一方で、請負契約によらない場合、これは自ら宅地造成工事を行う場合です。この場合、自らが工事施工者となって行うということですね。なので、まあ、この場合っていうのは基本的には、自ら所有する土地を工事する場合、まあ、この場合が2番に当たると、まあ、いうことです。単にここに書かれている文字だけだとなかなか理解ってできないですよね。イメージもしづらいと思います。なので、今言ったように分けて考えると、イメージしやすいんじゃないのかなと思います。 イメージできれば頭に入りやすくなるので、まあ、できるだけイメージをしながら勉強は進めていきましょうそして初めにもお伝えをした通り予想模試の値上げまであと数時間です年に1回の達見試験試験後に悔いが残らないようにしましょうこの動画を見ている方は実際受験する方の5%以下だと思います弊社の予想模試を知らない方もいますしまた理解学習自体知らない方も多いですだからこそ理解学習を実践できればこの方々よりも頭一つ抜け出すことができるんですね なので合格できるんです。まだ1ヶ月ありますので最後まで諦めずに頑張っていきましょう。そして今年の合格一緒に喜びましょう。予想もしはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みいただけます。今年絶対合格しましょう。レトスの小野でした。